皆さんこんにちは、アンナです。海外に行って何カ国語の習い方を教えるチャンネルでリブラブラングへようこそ。 Hey, you're watching? 今日は箱根に来ました。今日は一緒に日本語習おう。じゃあまずはどうやってここに来たのモンタージュ一緒に見よう。なんかすごい風が来た。後で乗ろう。はい、じゃあまずご飯食べたいと思います。これなんですか？天ぷらうどんです。なんか空いた。減りました。お腹減ったんですか？お腹ペコペコです。はい、来てください。はい、来てください。ばかりのすすり方の技術をしてあげます。お箸使って持ち上げてすするって。ありがとうございます。お願いいたします。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、じゃあ日本語の授業です。ここは湖です。で、そこは山で、そこは箱根神社の通りです。神社の門は鳥居と言います。じゃあこっちの方は山でしょ、はい、だからこっちの方は山の神の方で、こちらは湖でしょ、はい、だからこっちの方は湖の神を言おう。じゃあ湖へ行こう。これはみこしです。これ祭りの時持って、神様はそこに入って、で街を歩いてこれを持って神様です。そうだよ。みこし。楽しかったんじゃないですか？楽しかったね。あ、雨降ってきました。雨降ってるんです。雨降ってます。あんな傘さしてます。じゃあ今船に乗って湖を渡ります。行きます。行きます。海賊船です。海賊船ですよね。海賊船です。楽しみですね。楽しみです。雨止んだ。イエーイ。でも雨降ったらやっぱり人少ないでしょ。そうだ、いいんじゃない？健康地なのに。そうだ。イエーイ。はい、そこ元箱根の港に行きます。天気悪いな。はい、海賊船は来てます。イエーイ。富士山はめっちゃ見えるんじゃないですか？で、ロープウェイに乗ります。霧は濃いです。そうだ、全然見えない。え、はい、富士山見えますか？めっちゃ見えるんじゃない？やめてください。あ、混んでる、やっぱり。はい、着いたよ。そこは私たちの旅館です。ふう、広くない？
広くないんですか、テレビもあるし、でここは景色もあります、でこれが小さい、そっかすごくないんですか、ねえ嬉しいよ。何ですかこれ、じゃあなんかこれ入れたでしょ、開けない方がいいです、ごめん、まあしゃぶしゃぶじゃないですけどね、はい、今この中に野菜入ってるでしょ、でお刺身です、お刺身ですか、はい、私はあります、よー、美味しそう、お豆腐です、でこれなんて言いますか、なんて言うんだろうね、わかんない、まあおつまみ、おつまみで、ビールもあります、札幌です、箱根ラベルです、そうだね、すごい、ではいただきます。いただきます。ビールいただきます。はい、乾杯ね。じゃあ今部屋に帰ったばっかりだけど、これは店員さんは作ってくれましたから。店員さん。店員さんなんて。おかみさん。おかみさんは作ってくれましたから。すごくない？日本っぽくないんですか？カズキ何やってる、はい、じゃあ私も